夢にも思いませんでした。俳優三浦春馬さんが旅立たれました。享年30歳。7月18日午後、自宅マンションの一室で変わり果てた姿で発見されたそうです。当日仕事現場に現れず、連絡が取れないことから関係者が部屋を訪れ発見されたそう。手帳の中には走り書きの遺言らしきメモがあったとか。発見された時にはまだ三浦さんの心臓はかすかに動いていたそうです。 AED を使って心肺蘇生を試みたのですが、三浦さんは帰ってきませんでした。突然の訃報に芸能界のみならず私たちも、なぜ、どうしてという気持ちが隠しきれませんでした。その疑問が晴れるかどうかわかりませんが、三浦春馬さんをいろんな側面から振り返り忍びたいと思います。三浦春馬さん、茨城県のご出身で堀越学園高等学校をご卒業されています。デビューは1997年の NHK 連続テレビ小説アグリで主人公からおにぎりをもらって食べるエキストラの子役としてでした。その後もルックスの良さと演技力の高さが買われ、出演作も目白押しでしたが、なんといってもドラマでは14歳の母極戦、ブラッディーマンディー君に届けとドラマでの好演が思い出されます。07年映画恋空では日本アカデミー賞新人俳優賞を獲得。最近では NHK 世界は欲しいものにあふれてるで歌手のジュジュさんとの気の利いた会話がとても素敵で、いつも次回を楽しみにしていました。映画、ドラマ、舞台と一つの場所にとどまらず、モチベーションの高い俳優さんでした。そもそも芸能界へ入ったきっかけは、母親の勧めから筑波アクターズスクールに入ったことだそうです。その理由も一人っ子だったので、いろんな友達との出会いの場になればいいと思ったからだそうです。実は三浦春馬さんの母親は三浦さんが幼少期に離婚、中学の頃に再婚されています。それからは義父の経営するキッチン&バー笹を夫婦で切り盛りし、とても仲が良かったようです。しかし現在はその店は閉店されています。母親は三浦さんが多感な時に再婚したため心配だったでしょうが、義父とはとても仲が良かったそうです。余談ですが、三浦春馬さんは両親の影響からか料理を作るのがとても好きだったようです。だからか YouTuber 料理研究家のリュウジさんとたりとか、自粛期間は自分で作った料理を SNS に結構アップしておられましたが、どれも美味しそうでした。高校で家を出た時には母親が料理のレシピを持たせたほどだそうです。イケメンで料理もできるなんて、女子にモテモテだったでしょうね。三浦春馬さん、噂ではこれまでの恋愛相手は多部未華子さん、新垣結衣さん、原田夏樹さん、蒼井優さん、菅原小春さん、三好彩香さんなどと噂があったようです。その恋愛観はどうだったのでしょうか。とあるバラエティ番組で三浦さんの好きな女性のタイプが、幼少期は黒髪ロングの女性が好みというだけだったのですが、最近は自分が持っていない芸術性や感受性を持つ女性に惹かれる傾向なんだとか。しかし彼女と過ごす時間を居心地よいと感じている時ですら、好きすぎて苦しい。どうしたら喜ぶのか、もっと好きでいてくれるのか、そんなことを考えてしまうのだとか。毎日彼女のことを考えて辛かった、多分自分に自信がなかったんでしょうね、と当時の自分を振り返ったそうですが、一体どの人の時だったのでしょうか。
手が届かないはずのスターが、恋愛においてとてもストレートで生々しい思いを吐露したことが、視聴者の女性のハートにぐさりと刺さったといいます。他人を気遣い繊細になりすぎるほど相手の気持ちを考えるタイプなんです。しかし今回のことは前兆もなかったとは言いますが、仕事と日常のバランスに何か問題があったのではないでしょうか。というのも、三浦春馬さん、以前ある雑誌でこんなことを、以前は役に没入するあまり日常生活でふと我に返った時、もっと家族や友人や恋人に対して誠実に向き合わないと人としても役者としても成長できないんじゃないかと思ったこともありました。でも最近はその場その場で全力を出し切って、その場その場を楽しめているせいか、日常生活もきちんと送れているような気がする。それに俳優ってちゃんと生きているだけでは要求に応えられない場合もあると思う。何かを失ったり絶望したり、極限状態で生まれる鋭利な感情を求められたりもするから、繊細ですが以前よりも安定した生活を匂わせるようなコメントでした。それでも俳優業についてはこれまで演じてきた経験が信用にはつながっても実績にはならないのが俳優業で、年齢を重ねていくと演じる役の幅は増えるけど、過去にあれができたから今回も大丈夫ということではない。キャリアに甘えずいつも挑戦したい。でも30歳を目前にして30以降どう戦うかの方が大切。英会話の勉強も続けていますが、他にも信頼できる師匠に殺陣を習ったり、積極的にアートギャラリーに足を運んだり、体がいろんなことに触れたがっていろんなものを吸収したがってる。本能的な欲求に素直に従ってる。これだけの売れっ子なのに、人に対しても真摯に、仕事に対してもストイックに常に向き合っていた三浦さん、ある関係者の言葉がとても端的にそれを表現していました。端正な顔に繊細さ、ピュアさを兼ね備えているところが作り手側にも人気がありました。近年は男の色気も出ていて、いい役者さんに育っていたのに、傷つきやすいところもあって、放っておくとどこかへ飛んでいってしまいそうなところもあるんですが、一方で負けず嫌いで芯の強い顔もあって、とても魅力的な男であり俳優でした。単なる想像ですが、まさに紙一重の繊細さの三浦さん、最近ではドラマ、映画、舞台に加え音楽活動もされていましたから、消耗した心と体が回復する間もなく心身のバランスが崩れてしまった。そうであっても驚けませんね。さらには1月29日のツイッターで、昨今のネットでの誹謗中傷についてこのようにつぶやいています。明るみになることが清いのか、明るみにならないことが清いのか、どの業界職種でも叩くだけ叩き、本人たちの気力を奪っていく。みんなが間違いを犯さないわけじゃないと思う。国力を高めるために、少しだけ戒めるために、憤りだけじゃなく立ち直る言葉を国民全員で紡ぎ出せないのか。三浦春馬さん、こうなることも想定内だった。でなければこんなこと言わないはず。なぜなら当時、俳優の東出昌大と女優の唐田絵里香の不倫騒動の嵐の最中だったわけですから、当然のごとく三浦さんもバッシングされました。それだけでなく、3月下旬にはコロナでイベント自粛要請期間に主演舞台が上演されたことの是非についても SNS でバッシングされていました。容赦なく叩かれたわけです。それを知っていたからこそ、標的となってその舞台ホイッスルダウン・ザ・ウィンド、汚れなき瞳で共演した
乃木坂46の生田絵梨花さんは、訃報の流れた当日の音楽特番音楽の日を体調不良という理由で欠席したのは、そういった裏事情があったわけですから、無理もないと思います。しかし、いろいろ調べていくうちに、最も気になった情報がこちら。三浦さんのある友人の話ですが、2年以上前から劇的に酒量が増えた。自暴自棄になって尋常じゃない量を飲んで泥酔するようになった。異変があったとは思っていたが、何も変えられなかった。と悔やんでいたというのです。20歳の頃には、俳優を辞めたい。と漏らしたこともあるらしく、ひょっとすると2年前に、とんでもない何かが、三浦さんの身近で起こったために、ずっと気を病んでいたのかもしれません。芸能界から多くの驚きと、悲しみの言葉が届いていますが、中でも、同じ事務所の先輩の、サザンの桑田佳祐さんのコメントは、すげえ、いいやつでね。当たり前な言い方なんだけど、とっても感じのいい人で。東日本震災の時も、チームアミューズで、一緒に歌った時、彼とやれて嬉しかった。本当に才能あふれる方、本当に残念です。ご冥福を心よりお祈りいたします。桑田さんも一ファンと思えるくらいの、言葉を送っていたのが印象的でした。三浦春馬さん、30代に向けて思い描くビジョンがあると言っていたのに、なぜこうなってしまったのでしょうか。本当に持て余すほどの才能を持っていた。これからという時に、今は嘘であってくれればいいのにと思うばかりです。ご冥福をお祈りいたします。合唱。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？何が彼をそこまで追い詰めたんでしょうか？何であったとしても、もう三浦春馬さんは帰ってこないのですね。誰にも言えない辛いものだったのでしょう。誰かに自分の悩みを打ち明けるのは勇気がいることだと思います。だからもう何も言いません。ただ、あなたが安らかにいられるよう心から願うばかりです。さようなら、三浦春馬さん。